するしない。どうも、日野太鼓です。今回は皆さん見てください、プロ麻雀リーグ M リーグの付属会見の会場に私たち潜入しています。そして今ここで金子正哲プロに会いました。今日は歴史的瞬間なこの場面に私たち出くわすわけですね。楽しみですね。楽しみですね。早速中の方見ていきたいと思います。はい、本日は M リーグ発足会見にお集まりいただき誠にありがとうございます。 M リーグ解説の発起人でありチェアマンを務めさせていただく藤田進でございます。さて、ゲームとしての麻雀も面白さもさることながら、私は多くのことを麻雀から学んできました。もちろん今も学び、麻雀から仕事や人生における多くの気づきを得ています。麻雀を教えてくれるもの、それは熾烈なビジネス環境を生き抜くための欠かすことのできないさまざまな力です。皆さんこんにちは。なぜまた川口がここにいるんだと皆さん思っておられるでしょう。それで笑ってもらわないとね。はい、ワクワクしてます、はい。まあ、もう僕が選ばなかったら多分最高位戦全滅しますよね。さすがに現最高位で、まあ、最高位3回 RTD リーグも3年連続出てて、これで僕が選ばれなかったら多分ね、最高戦なしになっちゃうと思うんで、さすがに選ばれないとまずいなと思ってます。はい、まあそうですね。ただ、まあ、結構なんていうんですかね、もしこういうことがあってもいいようにずっと麻雀の勉強してきたんで、はい、もうどんな場所に出ても恥ずかしくない麻雀をする自信はあるので、まあどっちかというとドキドキよりワクワクの方が勝ってます。はい、はい。まあ、もっと麻雀見てもらう機会が増えると思うので、より一層麻雀の勉強して完璧な打牌を目指したいと思います。応援よろしくお願いします。やめてください。いや、そんなことないです。そんなことないよ。いや、ちなみになんかそう思ってる人いると思うんですけど、実は僕めっちゃ不安で、誰がどこ、まあ選ばれる半分ぐらいは選ばれるとは思ってるんですけど、ちょっとドキドキしてる。本当に何も知らないんですよ。 裏情報とかも何もなくて、何にもない、はい、全く分からない。というか僕はこの人と組みたい。僕もなので、だから僕狙ってるのは、嬉しいのは大井さんどっかの企業に1位指名されました、僕2位指名されたいなって思って。いや、僕逆でもいいよ。いやいやいや、またいや本当そうなのかな。でもね、本当に分かんなくて、例えば僕がね、このどこかの会社の社長とかでそういうなんか権限があるんだったら、僕だとなんか今出てる人気プロを1位指名しないで、なんかこいつ取ったら面白いんじゃないかなっていう人を選んだり逆にするかもしれないんで。だって例えば太郎さんを3企業がこう指名して外れちゃうより1位でなんか無難に取れそうな人もいるだろうし、ちょっとその辺分かんないよね、どうなるか、ね。いや、実際あとだってやっぱり企業上流だとか、やっぱ人気のある上流とかもそうだね、やっぱり取りたいだろうし、うん、どうなる、あの目立ってない人でも実はあいつ個人的にファンでとか強いと思っててとかいう人も多分取られるだろうし、そういうのもあるし、例えば僕らも40代なんだけど、20代のあの子がいいんじゃないかっていう企業もいると思うんだよね、将来性っていうかさ。うん、うん、まああれですね、でも今までマージャンって、まあ、実質的になんかギャンブルとして育ててきたようなところあると思うんですけど、これからは、まあ、そこからね抜けて、あのやっぱり頭脳スポーツとして世界と戦う、まあ、なんか競技としてどんどん発展していってほしいなと思うんで、それの第一歩としてね、まあ、すごいありがたいし嬉しい企画だと思います。はい、いや本当に嬉しいです。もう僕は正直個人的にずっと前から
そういったその法律になんか触れるような行為はしてこなかったんですけど、それはやっぱり僕に今何かあったらアベマ TV とかね、そういったところがに影響がすごいなと思って、まずいなと思ってね、してこなかったんですけど、やっとこういう時代になって、 M リーグだけじゃなくて将来オリンピック候補なんてことになって、まあ太郎さんと2人で金メダルね、いつか目指したいね。いや、僕はもうその頃には監督になりたいですね僕は現役でいきますよ、日本チームの。これから M リーグ、麻雀って世の中やっぱり強い人もいると思うんですけども、このね M リーグが始まったことにより、まあ今現状ね M リーグの参加資格が主要5団体に入っていることなんで、まあ麻雀やっぱ強い方なんかいっぱいいるんで、そういう方はぜひね5団体に入って M リーグで一緒に戦えるような感じになると嬉しいですね。なんでまあこれからちょっと応援していただいて、麻雀を一緒に盛り上げてくれたら本当嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そうですね、これを機に本当にサッカーも J リーグを機にもういろいろと劇的に変わりました。麻雀界もこの M リーグを機にですね、いろいろと楽しみなことが増えると思います。これを見ている方もですね、人ごとのように思わずにですね、ぜひですね、このプロの世界に飛び込んで、もう団体はどこでもいいんで飛び込んで、一緒にですね、こう麻雀界を盛り上げていきたいと思います。待ってるよいや、もし呼ばれなかったらどうしようっていう、もうそれがねすごく不安で、やっぱり立派な企業さんがちゃんとした基準で選ぶでしょうから、僕なんかが呼んでもらえるか、その不安がすごく大きいですね。いやでも郷さんがそんなこと言っちゃったらいや僕は本当になんかまあ3位指名に入ればいいかなと思ってるんで、まあでもこのワクワクドキドキできるのもまあ、でも RTV だったりとか、まあ、最近のメディアに出たおかげかなと思ってるので、まあ、怖いながらも楽しみに8月7日待ってたいと思います。郷さんなさそうですね郷さんはなさそうだけど、まあ、でも郷さんとか太郎さん言ってたじゃないですか、一緒になりたいとか、まあ、でもなんかそのやっぱり同じチームになるってことは多分毎日その収録以外の時も一緒に麻雀する機会が増えるわけじゃないですか。だからなんかその人と麻雀の話してて、まあ、楽しいとか、なんか多分過ごす時間めっちゃ増えるんで、まあ、そういう人と一緒になりたいかなと思います。だから別に楽しくないメンツがいるかもしれないかもしれないです、ね、かもしれないからね郷さん楽しいとか別にないですよ、ね、楽しいとか人によってはあるあるまあなんかどのチームでも本当選んでいただけたら、まあ、そこに喜んで尽力させていただくってことで会われるといいですね。はい、M リーグという大きなリーグ戦が始まります。麻雀プロとしてね、こういうリーグ戦ができることを非常に嬉しく思ってます。仮に僕が、呼ばれなくても全力で応援しますし、もし選手として出られるようなことがあればまたそれもファンの期待にもチームの期待にも応えて頑張りたいと思います。はい、麻雀界にとってねこれは本当に大きな革命だと思っています。本当プロ野球のようにペナントレースが開幕するということなんで、まあ、僕が選ばれるかどうか分かりませんが、まあ、選ばれた際は応援していただいて、まあ、僕が選ばれなかった際も、まあ、皆さん今回はすごい注目の企画だと思うのでぜひご覧になって応援してください。よろしくお願いします。夢みたい夢みたいでした。本当になんかね、あんな大きな規模の記者会見の場に行って改めてそのことの大きさというか、こんなすごいことなんだなっていうのが改めて実感して、まあ私は正直選ばれようとかそういうことで思ってはいなくて、まあどっちかっていうとこれをきっかけにこのね業界が活性化したりいい方向に進んでいってもらいたいなと、その一つとして盛り上げていけたらいいなってそういうふうに思ってました。はい、なんか純粋にその男性女性っていう観点じゃなくて、一選手としてこう皆さんにもっと認めてもらえるように私自身が努力していきたいかなと、はい、それは毎日いつも常々思っているので、一人でも早くそういう風な選手が
選ばれて活躍してもらえたら私じゃなくてもとてもそれは嬉しいことだなって思ってます。そうですね、皆さんがまだよくわからない部分も多かったりとか、これってどうなっていくんだろうとか、そういう不安があると思います。で、我々もあります。やっぱり新しいことが始まっていく、それに乗っかっていく時にはわからないこととかもたくさんあるので、皆さんのご意見いただいて、いいところは反映できれば私たちもそれは上に伝えてとか、そういうふうにしていきたいなと、していけたらいいなというふうには思っているので、はい、皆さんで盛り上げて楽しんでいただけたら私も嬉しいですし、今後につながると思いますので期待していてください。応援をよろしくお願いします。